けど、まずは率直な感想をどうぞお願いします。まあ、2、3ゲーム目は、すんなりいかれてしまったので、そこは反省点かなって思います。そうです、点差が離れすぎたのが問題だったかなと思います。具体的にその離れすぎたところ、一番の原因というのはどんなところにあるとお考えでしょうか。ちょっとまだ考えられないんで、しっかりと反省して、次どうやって勝つかっていうのをしっかり考えて、次に臨みたいなと思います。アジア選手権では8、スリルマンズでは負けているというのがありましたけれども、何か今回、試合前にこんなプランでいこうといったような、あれはありましたでしょうか。そうですね、相手はドライブとかアタック系がすごい速いですので、そこをどうやって返していくのかが、その課題だと思ったんです。そこで実際にプレーしていてはどうでしたか。その自分たちが思った通りにいかなかったので、この点差だと思いますし、それがうまくはまっていれば、1ゲームみたいに勝てるので、勝てますので、兄さんはこうもうちょっと次でパートリーを増やしていけたらいいかなと思います。まだ来週もレース続きますが、改めて先に一言ずつお願いいたします。まだまだ、試合続きますし、来週にはタイが控えているので、しっかりと切り替えて、反省点をしっかり明確にして、次戦に向けて準備したいなと思います。しっかり準備していきたいと思います。代表上ですか、いかがでしょうか。はい、テレビ上です。ありがとうございました。